皆さん、こんにちは。NTT セキュアプラットフォーム研究所の石井あたると申します。今日は、えー、オープンサイバー防御に活用できるオシントの手法と実践と題しまして、皆様にご説明します。最初に皆さんにいくつか質問をさせてください。えー、この会場の中で、組織の、えー、情報セキュリティの推進、 情報セキュリティ管理の部門に勤めていらっしゃる方、または CSART でメンバーの方は手を挙げてください。どれくらいいらっしゃいますかだいたい2割ぐらいですね。ありがとうございます。えー、今、手を挙げられなかった中で、例えばマルウェア解析であるとか、セキュリティソリューションの開発など、そういったサイバー防御に携わっていらっしゃる方は手を挙げてください。お願いします。ありがととうございます結構意外と 手を挙げられない方も多いですね。うん、攻撃者の方はいらっしゃいないいらっしゃらないですよね。攻撃者の方にはちょっと今日のこれはあまりお見せしたくないなと思っています、えー。皆さんは日々サイバー防御、あの攻撃者からの攻撃から守るということを対応されていると思います。そのためにはいろいろな、えー、情報を得ることが必要です。なぜなら。 攻撃者はさまざまままな方法を使ってて攻撃してきます、ま、たその方法は一つだけではなくさまざまに進化しまた手法を変えすそれに対して我々は守るためには通り一遍の方法ではできません我々も攻撃側に応じて守りを変えていく必要がありますさてもう一つ皆さんに聞かせてください。 自分が所属する組織は世界中で起こっているさまざまなサイバー攻撃そして脆弱性をえ他の組織の助けをなく見つけられる把握できるそういう方は手を挙げてくださいお願いしますいらっしゃいますかいらっしゃらないですねこれはごく限られたサイバーセキュリティ企業や世界的な企業でなければできません観測するポイントそして観測する担当者 どちらも潤沢になければそのようなことはできません。それでは皆さんのような組織はどうすればいいでしょうか攻撃に対して諦めますかいえ、そんなことはありません。皆さんは普段ニュースやサイバーセキュリティ企業のリポートなどさまざまな公開されている情報を使って日々サイバー攻撃に対応されています。この 公開情報を収集、分析して活用すると取り組み、これをオープンソースインテリジェンス、公開情報を用いたインテリジェンスですと呼ばれています。つまり、皆さんは日々意識をしなくても、このおしんとを実践されているわけです。しかし、公開情報を活用するのは簡単にはできません。標準的な手法がわからない、情報の量が多すぎる。 せっかく集めた情報も何に使っていいかわからないさまざまな悩みがありますこれらは実際私が直面してきた課題です今日の講演ではこれらの課題を解決するために私と私のチームが得てきたおしんとの手法と実践をご説明します安全保障分野での手法をもとにし私たちが業務で得てきた実践ノウハウを手法としてご説明します 事例もご紹介します良かった点そして失敗した内容もご説明しますそれらをもとに皆さんに生かしていただければと思いますまた皆さんもさまざまな手法ノウハウをお持ちだと思いますそれはぜひこの会の最後の質疑応答や終わった後の意見交換でぜひ共有させていただければと思います簡単に自己紹介します 私は、えー、セキュリティソリューションの開発などを、えー、10年ほどやってきましたそしてその後に NTT データのシーサートに所属しオシントやインシデント対応などを実施してきました昨年2017年より NTT セキュアプラットフォーム研究所で NTT グループ全体のシーサートでオシントなどの業務を行っていますそれでは早速ですが、えー、講演の本編に参ります まず、おしんととはという前に、おしんとのより大きな概念、インテリジェンスについてご説明します。これは普遍的な定義はなく、さまざまな分野、文脈によって意味は変わってまいります。サイバーセキュリティに一番近いと思われる安全保障分野から、えー、定義の一つを持ってきました。えー 政策立案者に提供される情報個別の情報から分析加工された知識のプロダクトそしてそのプロダクトを生み出すプロセスと定義していますこちらはオシントの定義ですオシントは公開情報一般に知られている情報をもとに作られるインテリジェンスです特定の要件に合わせて読み手に合わせて作られるというところに 注意してくださいインテリジェンスは情報源によってさまざまいくつかの種類に分かれます例えば一番上が公開情報をもとにしたおしんと信号や通信内容の傍受から入手するし銀と関係者や有識者から情報を得るヒューミントの3つがありますこれらがよくあのインテリジェンスの関連の書籍などで 扱われるものですおしんとの利点は大きく2つあります1つは世の中全体の状況を把握できることです公開情報はカバーする範囲が非常に広いですそこからさまざまな状況世界での状況を比較的低コストに確認することができますそしてその確認した結果をもと、えー、によりコストがかかる手段 市ギントやヒューミントを重要な箇所に集中して行うことができますもう一つの利点は成果物をさまざまな関係者コミュニティに共有できるということです成果物は公開情報から作成されます当然その内容は、えー、組織の外に対しても公開できます例えば今日のこの講演資料は全てオープンソース皆さんもアクセス可能な情報で作られています そのためこうやってあの講演で皆さんに公開できるわけですそしてその公開した情報は連携した対応複数の組織で共同した対応に活用ができます一方オシントにも限界があります本当に秘密とされている情報を入手するのは困難ですまた情報あの今後の未来を詳しく予測することは困難です しかし、これらの制約を把握した上で理解した上で、での s i n t を適切に扱うあの活用するそして、例えば本当に秘密の情報は関係者との関係を作りそこからあの情報を得るなどの別の手法を組み合わせて使うということが重要です。この講演で対象とするオシントを、えー、こちらに示しました。組織がサイバー攻撃から 被害を防ぐ、または最小限にするために、公開情報をもとにして、組織の関係者に対応策などを提供する、そのための成果物、そしてその成果物を作るためのプロセスを、この講演でご説明します。サイバーセキュリティでのオシントとは、他にもたくさんあります。例えば、攻撃者の追跡ですとか、接種された暗号通貨の追跡などです。 しかしこれは、えー、今回の説明では割愛いたします次にオシントの実践的な手法をご説明しますこの講演ではこちらに示しましたサイクル一つ一つのプロセスににをご説明していきます、えー、チームの構築から要求要件定義収集分析そして成果物の作成と配布そして最後読者からのフィードバックを得る という流れですこれは安全保障の標準的な文章などからこのプロセスを、えー、のサイクルを作りそして今回まとめておりますまず体制構築です、えー、チームを組みそして複数の視点で分析をするということが重要です単独の1人の分析担当者で作った成果物はどうしても視点が偏ってしまいますこれを避けるためにさまざまな形で 複数の担当者を置いて内容さまざまな視点から検証していく内容をより良くしていくということが重要です場合によっては技術数が非常に強い担当者を置いて技術的な内容の正しさを確認するということもよいでしょう次に要件定義ですお信徒でよくある誤りの一つはあのボスが何でもいいからとにかく情報を持ってこいっていうんですね これはもう失敗すする第一歩ですなぜか目的は何かそしてそを定めなければもうどの情報を集めていいかも決められませんそこをまず詳しく決めることが必要ですこの講演ではサイバー攻撃による自組織の被害をなくすまたは最小限にすると決めましたなのでこれの目的に合った情報を収集していく必要があります この目的を達成するための手段は大きく2つあります。1つはサイバー攻撃で被害が発生する原因をつかみそれに対する対策を行うこともう1つは対策を行うために現場運用担当に対してその対策を実施してくださいというふうな文書を提示することの2つとなります。まず被害の原因と対策の把握から見ていきましょう。こちらは脆弱性情報の収集 そして、脆弱性によらない攻撃、例えばブルートフォース攻撃ですとかそ、そういった攻撃に対する情報を収集して、それらの情報をもとに対策を考えていくとなります。で、成果物はそれらの情報、読者は主に情報セキュリティ担当者や CSART メンバーとなります。もう一つ、対策実施のための文書、こちらも大きく2つあります。今ままさに発生している攻撃たたは発生しあの見つけられた脆弱性 を対応に対応するための文章。もう一つが中期的長期的な長さあの時間の長さで、あの今後今脅威になっていること、今後脅威となり得ること、それに対する対策という脅威の動向レポートとなります。はい、次に情報収集です。一番大事なことは短時間でも毎日必ず行うということです。 最新の情報を日々確認するということがおしんとで非常に重要です。それによりあの大きな問題が発生したときにすぐに対応できる、そして事象がどのように移り変わっていくかもリアルタイムに近い形で把握できます。また、収集した情報を日々検証することによって分析のスキルも上がっていきます。次に重要なことは 一時情報を探しましょう、確認しましょうということです。世の中にはさまざまなあのフェイクニュース、偽の情報、ま誤った情報があります。それらは情報源を確認することで多くが回避できます。こういった基本的なところをやっていくということが重要です。そして必要な情報が何であるかを明確にする。それその上でその情報がてあの入手できる。 適切な情報源をあの選ぶということが非常に重要です。こちらにも例えば脆弱性警報であればあの製品、それから、えー、悪用時にどういった被害が起こるか対策は何かなどの情報があります。これは製品ベンダーなどの情報を中心に得られます。その一方で攻撃の警報こうどういった攻撃が発生しているかその手口と対策は何かこれは IT 系のニュースサイトや、えー、公的機関 日本で言えば j p サート c c や IPA、米国で言えば u s サートなどですね、そういった情報は重要です。また、サイバーセキュリティ企業もブログやレポートの活用で速報を出しています。これらも非常に有益です。そして、有識者の方々は SNS を使って、日々ボランティアで有益な情報を発信されています。これをぜひ活用していきましょう。具体的な情報源についてはこの後ご説明します。 次に情報収集の,あの確認と蓄積の手段です。まあ、自動で RSS フィーダーを使うと非常にあの、えー、作業の量が減ります。手動の場合は、まあ、検索エンジンがありますが、この時によくあるのが探している情報が見つからないということです。しかしその大半はあの情報を1位に見つけられるキーワードを使っていないです。CVE 番号ですとか 論文の題名著者名1位に見つけられる情報はいくらでもあります。それらを入力すればほぼ確実に見つけられます。情報の蓄積では後からの検索がそして確認が容易なソリューションが、えー、重要です。エバーノートは非常に有益だと思います。その他は皆さんのお好きなソリューションを使ってください。はい、分析です。収集した情情報報から目的の達成に役立つ情報 作成しますまず情報の品質を確認します。信頼性、網羅性は十分か、足りなければ他の情報源を探します。品質を確認した後成果物に応じて分析を行います。脆弱性警報や攻撃警報であれば、対応に必要な情報はあの収集の段階で大体見つかります。分析を深く行う必要はありません。それに対し、脅威の動向レポートでは、 攻撃のの傾向や想定される標的ななどの情報が必要になります。これらの情報は収集した一つ一つの情報だけではなかなか見つけられません収集した情報をさまざまな方法で分析することでそれらの傾向が見えてきます例えば時系列の比較類似事例の比較などですでは実際にその分析の私が行った分析の事例をご説明します、えー、こちらは 実証さまざまなサイバー攻撃やランサムへの発生を、まあ、時系列でまとめたものです単純にまとめただけですよでもそれでもこれだけ攻撃の推移というのは見えてきます例えばバンキングマルウェアは日本において2014年から15年にかけて地方銀行やその他の金融機関で被害が増えましたしかし2016年にそれらの金融機関で対策が進み被害が減りましたしかし最近はアースニフが 仮想通貨取引所を標的ととすするいいう新たな動ききも出てきています下の方はランサムウェアの動きですね、クリプトロッカーやクリプトウォールが欧米で感染を広げた、それが日本では遅れて2016年に特に激しい被害となった、そして最近は、えー、不正マイニングという新たなマイニングマルウェアという動きも出てきたという移り変わりが見えてきます。もう一つ分析の,けあの事例をご説明しましょう。 こちらはロシアワールドカップ今年行われましたその開催前に私がどういった攻撃が起こりうるかというのを予想したものです攻撃を行うと可能性があるものそしてその動機を洗い出した上で標的は何か具体的な攻撃方法は何かというのを洗い出しましたこの予測の時には過去のオリンピックなどでの,じあの実際に行われた攻撃の思考 をあの攻撃の試みですねそれらを元にして作成しましたこういった情報を集めたり過去との比較をするだけでもだいぶ全体像に近いものが見えてくるというのがお分かりになると思います成果物の作成ですここで皆さん気をつけていただきたいのは読者はサイバーセキュリティの専門家とは限らないということです彼らにも分かる言言葉で 説明で記述すする必要があります例えばリモートコードエグゼキューション任意のコード実遠隔からの任意のコード実行という言葉がありますね。ここの皆さんは分かっていいただけると思いますしかし現場の人はそれが攻撃者によってあらゆる攻撃に使われるコマンドさまざまなコマンドが攻撃に使われるといったところまで想像できないかもしれません。そういったことまで含めて作成していく必要があります。 それらのことは、この後に出てくるフィードバックでさまざまな意見や質問が来ますので、それらを改善に生かしていけばよいでしょう。また、こちらですね、投機的実行、年あの CPU の脆弱性で大きな問題になりましたが、ぜああ脆弱性発見者の論文は非常に難しかったです。しかし、簡略化していますが、このように図で表すことであ、ある程度 IT を知っている人であれば、 容易ににその様子が理解できるとということになりますもちろん時間との勝負でここまで作れないこともありますが状況に応じてこういった表現を取り入れていくと良いと思います。そして成果物の作成でもう一つ重要なことは文書の構成を事前に作成しておくということです。これにより、えー、構成が分かりやすい読む人が分かりやすい内容の文書を迅速に作ることができます。 1一回1回こういった構成を考えているととても時間が足りません。これは実際に私が脆弱性警報を作るときに使った、えー、構成です。最初に、まあ、誰でも、あのー、3, 3分で分かるサマリーを書くと。そして、脆弱性そのものの特徴について前半2番から6番で書きます。そして7番から10番で実際にそれがどのような攻撃で使われているか、ああの実際の状況ですね、それらを書く。 というふうに構成をまとめていますそして成果物の迅速に配布するルート手段をあらかじめ確認しておきましょう私の失敗談ですが、えー、途中の確認者が1人その日は出張でいませんでして、えー、脆弱性警報の発,出が発送が1時間30分遅れたことがありました事前にそのような時には代わりに誰が確認してもらうかを決めておけばよかっただけです そういった失敗は皆さんぜひないようにしましょうもう一つ成果物のバージョン管理ルールを定めましょう2014年にバッシュの脆弱性シェルショックがありましたその時は関連する脆弱性が次々に見つかり、えー、私たちは合計で3回、えー、脆弱性警報を更新しましたしかしバージョン管理のルールを決めていなかったためにどのバージョンが最新か 分からなくなってしまい現場から数十件の電話が来るという失敗を犯しましたでその教訓をもとにバージョンを分かりやすく表記する管理するというルールを作成しましたフィードバックです読者からさまざまなフィードバック意見質問苦情が来ますそれらは次の改善に向けての宝庫です それらはやはり我々の成果物が最終的にう、ま、あの品質が足りなかったところです。そこを改善に生かしていきましょう。また、チーム内でも振り返りを行いましょう。分析の品質は入力される情報がたあの十分なものであったかどうか正確なものであったかどうかという入力情報という要素が大きく一つもう一つはそれを分析するプロセス分析のロジックは適切だったか。 の2つで、えー、ほぼ大部分決まりまりすそれらについても妥当だったかを後で振り返りましょうそれでは実際に私が私と私のチームが実施してきた事例をご説明します、えー、今回は3つ事例をご説明します1つは、えー、CPU の脆弱性スペクターとメルトダウンもう1つが、えー、ランサムへノットペテアによるサイバー攻撃への対応です そして中期の動向の予測として2017年の1月に実施した IoT マルウェアの悪用が今後どのように行われていくかという予測合計3つについてご説明しますではまず、えー、脆弱性スペクターメルトダウンについてです、えー、これの、えー、と対応の契機ははい、えー、今年の1月4日の昼に、えー、と普段の業務の一環で情報収集をしていたところ日本の IT 系ニュースサイト、IT メディアであの CPU の脆弱性が発,あの発見されたというニュースを確認したことが始まりです。で、まあ、非常に多くのインテルだけでなく、さまざまなあの CPU に脆弱性の影響を及ぶと書いてあり、まああの、休暇明け、日本では1月4日から休暇が明けますが、休暇が明けた早々、なんてひどい脆弱性が来たんだと憂鬱な気分になって。 お正月のあの,のんきな気分がなくなってしまった、吹っ飛んでしまったのがよく覚えています。そして、まあ、気を取り直して、ですね税を券を定義しました、脆弱性の影響を調査して、結果をシーサーとのチーム内に報告する、そして深刻な被害が発生する恐れが高い場合は、グループ各社、NTT グループ各社に情報を提供するというものです。情報収集を始めました。 日本語の IT 系ニュースサイトを収集しました。しかし、技術的な詳細の情報はその時点では何もありませんでした。次に、脆弱性発見者の説明を確認しました。これは日本の IT 系ニュースサイトからリンクがあったんですね。しかし、私は CPU のハードウェア構成は大学で20年前に軽く学んだだけでよく分かりません。もう必あの1時間か2時間ぐらい読んだんですけれども、なかなか分からないという状況になりました。 もしここで十分な時間があれば私はこの論文ですとか Google プロジェクトゼロの説明を詳しく読み込んで脆弱性の内容を確認できたと思いますしかし私たちのチームはそういった時間はありませんでしたもうあのすぐにでも深刻な攻撃が起こるかもしれない起こるかどうか分からないそういった中で不必要に時間を使うことはできませんでしたそこで 英語の IT 系ニュースサイトに何か詳しい解説があるのではないかと思って調べました。しかし、ですね、こういう時きはあいあのニュースサイトもです、ね、混乱します。情報が錯綜するんですね。なので、これは大変だみたいなことは書いてあるんですけど、何がどう大変なのかというのは、なかなか見つけられないんですね。SC メディアとか、あ名前言っちゃいましたね、すみませんあの。ちょっといくつかのニュースサイトは良くなかったですね。そんな中で、あのえー、とワイヤードですね。 そこが非常に詳しいあの技術的解説を載せていました。で、それをもとに発見者の説明と合わせて脆弱性の技術的な詳細が理解できました。ここでやはり情報源をいろいろ探していくというところがうまくいったなと思っています。そして分析です。悪用するにはローカルで攻撃コードを実行する必要があるということを確認しました。つまりリモートから自由に攻撃ができる。 脆弱性ではなさそうだとある程度、被害があのアタックベクター攻撃の手法が絞られるということを気づきました。そしてそれらをもとに当日の夜8時頃にチーム内にメールを送りました。今使っているほぼすべての CPU に情報漏えいの脆弱性があります。しかし悪用するにはローカルで攻撃コードを実行する必要があります。なので VM 仮想環境や ウェブのスクリプタなどは被害の恐れが特に高いですと、それ以外はまだ分かりませんとしました。そうあのまだ知られていない悪用方法があるかもしれない。そしてあの意味のある情報、ある程度の長さの情報のデータを摂取できるのかどうかというところがまだわからない調査中であるという内容でチーム内に共有しました。 まあ、とりあえずこの日はもうこの8時ぐらいでヘロヘロになってしまったので、まあ、これで家に帰って次の日からの戦いに向けて、まあ、また休んだというところですねそして翌日以降も我々チームはさまざまな情報をえと継続して収集しましたでここで問題になったのがさまざまなセキュリティ修正プログラムパッチにえ問題がありブルースクリーンですとかあの再起動を繰り返すなどの問題が いいいろろ発生したととうことですでそういった情報を逐次あのそれぞれ収集してこれはパッチを適用するべきかどうか、あのー、ということをチーム内でいろいろ議論しました。で、まあ、そういった情報をもとにエンティティグループ各社からですねあの情報提供してほしいというあの要望がありまして1月17日から着手し25日にグループ会社に提供しました。 これがその、えー、グループ会社向けに出した資料の抜粋です。あのパッチを適用したことに伴い、性能が、えー、悪くなる、性能が落ちるという状況を、えー、と説明したページです。グラフなどを入れて、あのどういったふうにあの性能が悪くなっているかというのが視覚的に分かるようにしています。えー、これらの対応が1段あの終わった後、フィードバックを行いました。良かった点は、 公開当日に脆弱性に気づきその日のうちに調べある程度調べてチーム内に情報を出したそして継続して情報を収集したということです一方で悪かった点は NTT グループ向けの資料を出すのが作成するのは遅れたということです我々は深刻な攻撃につながる可能性は低いと考えましたしかしグループ会社からは仮にそのリスクは低くても情報を出してほしいという要望をもらいました そしてそれを今後の対応に改善に役立てたというふうにして、この対応を終えました。えー、以上で、スペクターとメルトランの説明を終わります。次の対応にいきます。ランサムウェア、ノットペトヤです。はい、これはですね、えー、去年の6月28日、えー、朝にツイッターを読んでいたら、えー、有識者の方のツイートで、ヨーロッパやアメリカでランサムウェアの深刻な大規模感染が発生した。 ということを確認しました。この時もですね。この1ヶ月前、2017年5月にえっ、ー、と別のランサムウェア罠くらいのあのぜえっ、ー、と攻撃がありました。この1つ前のセッション,あションであのお話があったものですね。で、2ヶ月連続で対応かとこの時も非常に嫌な気分になったのを覚えています。そして要件定義ですね。はい、サイバー攻撃の詳細被害状況。 そして原因と対策を調査してチーム内に公表あの共有するとそしてもう一つこの時私のチームでは緊急レポートというのを作成して社外に公開するという取り組みをやっていましたでこれは非常に影響は大きいと考ええー、とチームのリーダーと話して作ると決めました情報収集です日本語の IT 系ニュースサイトを確認しましたがやはり詳細はなかなか出てこないんですねそこで 英語の情報セキュリティ企業のさまざまなサイトブログなどを確認しましたそしたらカスペルスキーファイアアイトレンドマイクロなどが非常に良い技術的な詳細の解析結果を出していましたで、それで何が起こっているか何が原因と考えられるかという情報がほぼつかめましたもう一つ日本の新聞各社のウェブサイトそしてイギリス BBC のサイトから各国での被害の状況がほぼ分かりました やはりこういった被害や実際の現実世界で何が起こっているかというのはマスメディアは非常に強いですそしてそれらの情報をもとに分析をしましたランサムへの技術的な特徴として初期感染の経路それから内部での感染拡大対策の3つについてこちらのとおり説明しま,しあのまとめました、えー、初期感染は、えー ウクライナの会計ソフト MEDOC のソフトウェア更新機能、今回の基調講演でヒッポメンさんがお話しされたことで,す、ね、のであると、そして拡散も3つの手法が使われている、そして対策はそれらの感染拡大の手法、それから初期感染の手法を止めるということになるわけです。でそれらをもとにその日のうちにレポートを作りました。そして翌日には このレポートをちょっと修正して社外の公開までできました。これらも、えー、とレポートの構成を事前に作成していたため、もう調べて何を調べるかが分かる、そしてそれをすぐに書けば分かるというところまであの準備をしていたので、こういった1日や2日で作り上げることができました。こちらがそのレポートの抜粋ですねあの。攻撃の全体像と攻撃の手法。 初期感染は MEDOC が使われていると、またメールによる初期感染というのも一部のニュースであったが、これは確証が取れていないとか、そういったことについても載せています。そして、中での感染拡大は、えー、PSEXEC ですとか、耳か耳カッツで収集した、えー、と認証情報をもとに拡散していく、そして、えー、SMB の脆弱さを供用するの3つをまとめていますす、はい、フィーードバックでででチーム内での振り返り返す。 これも良かった点は対応初日に、えー、攻撃に気続いてその日のうちにレポートに作れた2日目には、えー、レポートを社外に公開できたと一方で反省点は、えー、レポートの更新が1回だけにとどまったためその後発生したさまざまな攻撃ですが例えばさまざまな世界的費用で甚大な被害が発生しましたそれらについてはこのレポートで、まあ、何には含まれていませんというところが課題です 続きまして、IoT マルウェアの感染あの悪用拡大を中長期的な視点で、えー、分析、予測した内容をご説明します。これはですね、2017年1月に当時のシーサートで四半期レポートというものを作っていましたが、2017年にそれ以降に深刻化する恐れのある脅威を予測して、レポートにまとめるというものをやり行いました。 これ外れるとすごく恥ずかしいんですけれども、まあそこできあの絶対に当ててやるぞとこれ何が問題かっていうのをまああえてと絞り込むぞっていうところをまあ目標にやりました。情報収集と分析です。2016年に発生したさまざまなサイバー攻撃や脆弱性マルウェアを横断的に分析しました。そしてマルウェア未来による大規模 DDoS をもとに新たな攻撃にも使われるのではないか。 予測しましまたでその予測は妥当かどうかをさまざまな観点で確認しました。Linux ベースの IoT 機器があるということは PC やサーバーと同様に悪用されうる。そしてそれは修正パッチはなかなか提供されない。あの脆弱な状況は変わらない。そして悪用の具体的な方法としてスパンメールの送信、ブルートフォース攻撃、そして内部ネットワークへの不正アクセスの踏み台。 が考えられるとしましまたそしてそれを成果物にまとめまして、まあ、今申し上げた内容をこういった文書で作りましたそして2月2日にエ t ティティデータグループの中で公表しましたこれを今からあのこの現在の視点から振り返ってみます皆様も VPN フィルターという えー、ネットワーク機器に感染するマルウェアが今年の5月から6月にかけて大きな問題になったのをご存知だと思います。中、内部ネットワークの不正アクセスの踏み台となるものです。もう一つ、えー、ロシアのセキュリティ会社ドクターラボは、えー、スパンメールの送信に IoT 機器が悪用されているということをあの右側のレポートで触れています。まあ、それららについて2017年のの初期の段階で公開情報から 収集分析するだけでもある程度絞り込みはできるというのがご理解いただけると思います一方でこの予測には失敗もありますえ Android マルウェアに感染するという攻撃は今年の3月から4月にありましたこの予想は外しましたなぜか悪用の携帯を分析の時に洗い出す時にその観点が欠けていましたですのであの分析のロジックでそういったのは足りなかった 次の予測のときにはそのロジック、またはさらに別のロジックも含めてえ分析を広げていこうというふうにえ次の改善につなげていけるわけです。次に Tips、豆知識についてご説明します。こちらに示しましたのは日本のシ s サ r t の団体、日本シ s サ r t 協議会が作ったシ s サ r t の担当者に求められるスキルの中からおしんと担当者 に求められるスキルを抜粋したものです情報セキュリティの知識は当然必要ですがそれ,でそれだけではなく社会の情勢の把握や情報の真偽を見抜く力メディアリテラシーも必要であるということが分かりますこれらについて私が日々、えー、まあ昔から実践してきたことはこちらです、まあ、知識はこれは学習するしかありません学習も業務の中での実践と それから研修ですとか自分自身での学習の両方があります。まあ、こちらに示した書籍は日本語で書かれたものですがまだサイバーセキュリティについて学び始めた初心者の人にとってはまあ有益だと思います。でここを足がかりにどんどん日々の業務で分からないことを調べていくというふうにしていけば情報セキュリティのスキルや知識を広げていけると思います。えー、英語がなかなか読解できないという方は まず文章は文章のあの英語の文章の構造が分からなければ意味は分かりません。ここは面倒でもまずあの文法ですね、文系5つあります。それを確認しましょう。そしてサイバーセキュリティの、えー、記事にはよく出てくる単語があります。これらも、えー、覚えておくとすぐに理解ができます。そして実践です。英語記事をどんどん読んでいきましょう。 これは業務だけで読むとどうしても,こ,うあもうこんなに読みたくない嫌だと思ってしまいますので皆さん趣味をお持ちだと思いますそれをぜひ読んでいきましょう私もあの日々あの映画ですとか F1 レースとかそういった記事は英語でどんどん読んでいますそれからえ国家間の関係やハクティビストなどの動向はこれはマスメディアが非常に強いですマスメディアは得てしてサイバーセキュリティの記事でえまあ あまり正確でではないといとううふうに批判されがちですしかし国際情勢政治の動向社会の問題などはもう50年以上100年それぐらいかけて、えー、取材し分析し記事にまとめてきたということで彼らは本当にエキスパートです彼らの内,あの内容を、えー、は活用するべきです紙の新聞と書きましたが、えー、電子版でもいいですただ単発のニュースではなくて さまざまな情報がまとめられた記事あの、記者の分析、有識者のコメントなどが入った記事があ読むべきです。またもう一つおすすめは、NHKBS1 で国際ニュースをやっています。これは非常におすすめです。私も毎朝6時からもうちょっと早く起きて、イギリス BBC、フランス Do ロシアテレビ、えー、と中国 CCTV など、さまざまなニュースを同時通訳で見ています。そうすると、Facebook での大規模情報漏えいを日本のニュースなど、 IT 系ニュースサイトよりも早く確認することができます書籍も国際政治や社会問題などさまざまなものを、まあ、趣味の範囲で皆さんのお好きな範囲で読まれるといいでしょうメディアリテラシーについては次のページでご説明します批判的思考クリティカルシンキングと呼ばれるものをぜひ使っていきましょうこれは情報が本当に正しいかどうかというのを根拠は何かその根拠は正しいか論理展開は正しいか などの観点でで見ていくものです決してその情報をけなすということではありません。本当にそれが正しいかどうかというのを論理的に確認していくものです。そしてここで重要なのは自分自身が考えた仮説なども本当に正しいものかどうかというのを批判的に検証するということが非常に重要です。私たちはどうしても自分の考えは正しいと思いがちです。これも偏見、バイアスです。 それを正すために特に自分に厳しくこれらの,あの内容を、えー、と検証していくことが、えー、分析のときに特に重要ですそしてこちらがあくまでごく一部ですが私が日々あの入手している情報源ですはいそうですねあの IT 系ニュースサイトなどありますが有識者のツイッターの方実は私ここに載っている方 お一人ぐらいしか実際にお会いしたことがありません。なので、もしかしたらこちらにいらっしゃるかどうかわからないんですけれども、もしいらっしゃったら普段本当にありがとうございますとお礼を申し上げます。ぜ、は、ひ、いまあ、ここに乗っていないという方、あの後であのちょっと苦情を <laughs> 来ていただいても私困るんですけれども、ここにあの多分半分か3分の1ぐらいしか乗せていないので、ぜひここに乗っていないからといって、良くないということではないとご理解ください。最近の課題は あの英語圏での情報発信をされている研究者の方をより詳しく今探していますぜひあの我こそはという方はこの後ぜひおっしゃってくださいはい、最後まとめです、えー、今回の講演ではオシントによって状況を把握して適切なサイバー防御につなげられるといったことをご説明しましたこれは特に組織の情報セキュリティ担当者やシーサートのメンバーに活用していただけると思います また、そうでない方であっても、日頃、情報収集はされているので、私が今回説明した内容が、まあ、あの活用していただけることを願っています。そしてその手法は大きく3つ重要なことがあります。目的、成果物、読者をまずしっかりと定めること、最初のスコープは小さくても良いです。できる範囲から始めていきましょう。情報収集は短い時間でも、たとえ15分でも毎日やりましょう。 そこからつあの状況の把握ができますそして収集した情報はそのまそのま,までは活用できません時系列で並べる過去の類似の事例と見比べるなどさまざまな方法で分析をしていきましょうそしてお s i n の担当者はサイバーセキュリティではなくだけではなく社会の情勢やメディアリテラシーについても、えー、スキルを伸ばしていく必要があると考えます最後にに皆さんにある言葉を ご紹介しますこの言葉は日本のサイバーセキュリティ技術者の第一人者である縄俊夫さんが、えー、NHK のドキュメンタリー番組でおっしゃった言葉です次々に発生するサイバー攻撃がある中縄さんは何とか仲間を増やしたいとおっしゃられましたサイバーセキュリティに関わるものとして 私もこの番組を見たときに自分も何らかの形でサイバー空間の平和と安全に貢献したいとずかな力でも貢献したいと思いましたそしてその時に私がやっていたオシントの業務をより伸ばしそしてそ,れあのその成果物でサイバー空間を何とかより良くしたいと思い日々業務をやってきました今回のこの講演で皆さんに 私と私のチームが作ってきた手法が少しでもごせあのご理解いただき、それが皆さんの日々の業務に活用していただければ非常に嬉しく思います。以上で講演を終わります。ご静聴ありがとうございました。